ジナイツの初めてのバラード曲です。そしてこの曲を作曲してくださったのは私たちと同じ出身の浪江町のアーティストの方で、この曲の歌詞にも私たちの避難してからの思いとかがたくさん詰まっているので、よかったら歌詞を聴きながら聴いていただけるといいです。それでは聴いてください。道、伝えたいメッセージ。